町田先生切ってください。はい、はいはい、どうでしょうね、今落とさないかなって思っちゃいましたよね。なんか落としてくれみたいな。でこういう、あのバースデーのケーキとか結構フルーツが多い時、はい、一応全部外します、はい、え外しちゃうんだ、はい、さっきの労力は先生何もないです。何もないですね、はい、何もない。このまま切ると、はい、もうあの果物自体がぐちゃぐちゃになって、ああなるほど、もう全部がぐちゃぐちゃになる、全部がぐちゃぐちゃになる。でマンゴーは結構柔らかいのでいけると。なるほど。いやでもふわっとやっぱり柔らかい感じでね、でしたね今、そうすごいずっと入りましたよ包丁が。おお、トッピングを。あなるほどな。はあおしゃれ、すごい。さあ完成しました。はい、それでは行ってください。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。もうね笑顔になっちゃいますよね。めっちゃうまい。うわ、いやマンゴーが、あマンゴーが、あうまい、うまいね、うん、あ、本当だ、マンゴーの香りというか、うん、ね、はい、そう、ふわっと。ほうれん草クリームってなんかその、はい、ほうれん草のなんか嫌味というかないんですね。青臭さも全くなくなって、うん、でそのマンゴーの爽やかさとほうれん草の爽やかさがこう、うん、合ってる。いやびっくり、うん、またベリーとかが合いますね、はい、うわ、夏って感じ、夏って感じ、そうですね。いやもう夏っていう感じですよ。チュウさん完食ですね。完食。いや美味しい。全部いっちゃいます。すごい。全部困らない。エクセレント。うわ出ました、エクセレント。合うということですね。いやめっちゃうまい。いやごちそうさまです。これはすごい。これぜひ奥様に作ってあげる。あ、そうですね、はい、こう見てたら簡単そうだったので、はいはい、そうですね、はい、そうですね。奥さんにこう料理とか作ってもらって、なんか好きな食べ物ってありますか？あ、結構作ってくれるんですよ。なんだろうな、はい、あのね、はい、料理名あれなんだろう、あの魚の、はい、ブリと、はいはいはい、あの大根を煮たやつ。ブリ大根ですよ。料理名っていうかブリ大根そのものですよ。ブリ大根です。はい、ブリ大根。そうなんです、はい、そういうなんか和風なものが多いですか、和食って。なんかこうトレーニングしてるから、どちらかというと そうですね、タンパク質とか、はい、そういうの、はい、すごいです。トレーニングとかのも考えてメニュー作ってくれるんですか？できるだけそうですね、なんかこう和食寄りにしてくれてますね。あ、はい、素敵な夫婦ですね。そうなんですよ、素敵な夫婦。さあそれではですね、次回、しずるをゲストに迎えて夏野菜と黒酢の冷製パスタを作っていきます。はい、というわけで庄司さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。幸せレシピがあなたの心を豊かにしてくれる潤い食堂。